こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も日坊出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は爽快広く白雲観なりです。青々とした海は広く大きく、山には白雲がたなびき、のどかな風景が広がっている。なんと素晴らしい景色でしょう。修行を積み、心がこのような境地に達すれば素晴らしいものです。それでは今から爽快広く白雲観なりを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。